代表の経験大きかったです。世界はもうゆっくりしてないですもん。木と成長両方取るっていう。よしかチャンネル。はい、秋葉監督に来ていただきました。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。いやーもうね、秋葉ともうなんかもうしょっちゅうやり取りするじゃん。そうですね。ね、だからなんか久しぶりの感覚も全くなく。そうですね。はいはい。俺らもうずっと一緒だし、はい、でスキューもこう一緒にやってきて、はい、ああいうオリンピックとか代表チームずっと見ててさ、はい、今シーズンどう見と。まずあの4チーム落ちるっていう。うん。あの前代未聞のシーズンで、はい、我々のちょっと水戸のクラブ規模を考えたら4チームって本当に一歩間違えたら簡単に落ちちゃうクラブ規模ですから、うん、いやそれは正直プレッシャーありましたよね、うん、まあ、もう去年段階からただ1年間準備できたんで、正直言うと去年落ちるってことがなかったので、1年間準備したなと思ったらあの15人入れ替わりましたから選手は。本当そうなんだよ、はい、で、うん、それでさどうやって乗り越えたの。でも正直言うと代表の経験大きかったです。やっぱ代表ってこう毎回違う選手呼べますし、もっと言えばもう1週間とかでチーム作っていかなきゃいけないんで、多分その経験なかったら多分ちょっと本当しんどかったと思います。多分その浜崎さんとも代表やってたんで、なんかこのスタッフだから乗り切れましたけど、多分そうじゃなかったら多分もっと混乱しましたし、パニック起こしましたし、で相当しんどかったと思います。じゃあ俺ね、ここからね、秋葉サッカーの話したいんだけどさ、はい、俺の印象ね、はい、すごいアグレッシブ。いや嬉しいですね、うん、で、はい、攻守でアグレッシブで、で俺も自分がサッカー指導監督とかやるんだったら、うん、同じことすごい思うの。それは何かっていうと、はいはい、ボール持っても攻撃的に行くし、はい、ボールなくても、はい、相手が持ってても守備で攻撃をこうリードしていくっていうところをやってて、はいはい、J リーグとか見てるとリトリートするチームすっげー多いんだよね、はいはい、でもこうさ生かすとこすごい生かすじゃん、はいはい、どうですかその辺。それはあのやっぱりオリンピックだとか A 代表でロシアにも帯同をちょっと一緒に行かせてもらったとか、あとアンダー20のでもワールドあの世界大会ワールドカップ出れたっていうのはやっぱり大きいです。やっぱもう世界はもうゆっくりしてないですもん、うん、もう当たり前ですよ。常にこうボックスボックスでゴール前のやり取りになるんで、うん、あんまりのんびりしてたらいつまでたっても世界に近づかないですし勝てないですし、うん、もっと言えば多分選手も育たれって僕は自分で思ってるんで、うん、オリンピックとか A 代表とか、うんうん、アンダー20とか各世代関わらせてもらったんで、うんうん、そこの経験値はかなり大きいですね、うん、もう全然違いますよテンポが。あとさサッカー、はい、なんかフィロソフィーを教えてよ。まずはこう勝ちと成長両方取るっていう、要は勝つために選手のことちょっとほったらかしてる人もいたりだとか、成長って言って勝利から逃げる人もいるじゃないですか、うん、あのそんなの絶対ないっていう、勝つことが大前提の上で、でもやっぱどうしたら選手が成長するのかとか、やっぱクラブとかチームが良くなるのかっていうことはもう大前提に、あとはもう常にプレイヤーズファーストは当たり前ですけど、うん、選手とコミュニケーションもキャラ的にも取る方なんで、うんうん、常にこう選手と同じ目線だっていろんなサッカーの話しながら、うん、だからあんまり僕4-4人とか3-5人とか、うん、絶対こういうサッカーとかってあんま考えてないんで、うん、あの編成上最後こうカチッと決まった選手が一番こう力を発揮できるようになったとか、組み合わせ見て一番これが面白そうだなっていうのをこう臨機応変に柔軟にこうやれるようなチームとか選手作りたいと思ってますから、だから余計こう自分も引き出したくさんないといけないなと思ってるのは、やっぱもう日々勉強しないと、もう世界にも置いてかれちゃいますし選手にも置いてかれちゃうと思うんで、まあフィロソフィーっていうか分からないですけど、やっぱ日本がワールドカップで最初優勝しようと思ったら、やっぱそういう俺柔軟性とか対応力とか、であとはもう自立したところとかないと、うん、だんだんこうあの時代とともに少し教えすぎちゃってる反面なのか、それあるな、うん、なんか教わり慣れしてるのか、こう今どうするんですかとか、こういう時どうすればいいですかって、うん、あの簡単にこう聞いてくる選手もやっぱいるんで、うん、とにかくもう自分でいろんなことを考えて自分でやっぱり行動を起こして最後はジャッジして判断して最後やらなきゃいけないじゃないですか、うん、話聞いててさ本当秋葉思うのはやっぱりこう世界をこう常にこう意識しながらこう話せるから、これってさめちゃくちゃ大事なことなんだけど、でもそれを持ち合わせてる指導者って実はそんな多くないんだよね。わかると思うけどさ、だからやっぱり実はそこが一番大事で、日本はまあヒデもよく言うけど、いや東アジアもこんな遠いと、そのアドバンテージのこう低さっていうのはさやっぱりプラスに変えないといけないから、
そういう意識でやってんだと思って、はい、ああなるほどね。いや責任だと思うんですよ僕は。やっぱりその選手でもスタッフとしても代表でやっぱやらせてもらったら逆に責任だと思ってますし、でそういうの発信していかなきゃいけないっていうのも思ってるんで、うん、だからこそこう早く日本に早くフットボール文化をもっとこう根付かせたいっていう、いつも愕然とするじゃないですか、海外行って帰ってくると、うん、うわこれどうなったら追いつけんだろうとかこのなんかもう生活にこうフットボールが一部になってるってい う、 もうこの違いとかってやっぱそこ変わらないと多分だから目線が揃わないじゃないですか国民の。そうだね、はい、そうしないとやっぱ多分チャンネル登録お願いします。